そこにとどめを出したのが黒人大1926年から27年に8か月連続で豪雨アメリカのミシッピ川を中心として大雨が降ったんだでそれによって100万人が死んだっていうもう史上最大の大災害が起こったんだでこのミシッピ川流域だから本当に、えー、とミシガン湖の辺りから南部に至るまでの だいたいね、14%が水没したっていう,ふうに言われてるんだよね。14%ってすごいよね。100万人が死んだんだよ、本当に水害で,で。その結果、500万人ぐらいが家を失って、で同時になんあの黒人の自由化も進んじゃったもんだから、もう農地がない。農業がこれ以上できない。で水浸しだ。もう今年絶対、もうあと1年かそこらは農業ができない。どうなるのかっていうと、 南部の黒人たちがもう一回ご飯が食べれるような場所を探して北部の工業地帯をと大移動を開始したんだでこれがたった6ヶ月ぐらいのことで行われたもんでシカゴの黒人人口というのは1年で20倍になってその後数百倍にまで膨らんでしまったんだでそのおかげでシカゴの中でスラム化がすごく進んだと電気の力で明るくなったはずの街なのにスラム化が急激に進んでしまって犯罪が徐々に徐々に増えだしたんだ。 犯罪っていうのは山賊であったりもしくは盗賊っていう街の外にいる者が街の中にいるやつらが犯罪を起こすようになったこれがシカゴが崩壊していく始まりだだったんだよなえ。ミシッピ川の大洪水黒人大移動のあとでですね、えー、イタリア系の移民がどういうふうなことになってなぜギャングっていうのが マフィアって言ってもいいなんて言ってもいいんだけどもシカゴの街ですごいことが起きてしまったのかという流れの話は裏放送でしようと思います。